明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様でーす。今日はですね、前回もちょっとご紹介したことがあると思うんですけど、ブルーノのマルチ圧力クッカーをご紹介したいと思います、はい、そして今回はなんとこちらが視聴者プレゼント、はい、お、またやるんだ。そうです。でも前回だいぶ高額なものになってませんか？そうですね、今日これご紹介するのが税込みで 16,500円。いいのかな多分いい。いや、多分かのでこちらをプレゼントいたしますので、はい、ちょっとこの紹介動画を見てほしいよって思った方はぜひぜひ概要欄から、いや本当に、はい、応募していただければと思います。ということでこの圧力クッカーなんですけど、うん、圧力鍋って基本的に火にかけて使いますよね。そうですね、うちにもあるけど、うんうん、なんかちょっと怖いイメージがある。あー、その圧力鍋なんですけど、うん、こちらブルーノのタイプは電子圧力鍋あってなってて、火を使わないんですよ、はいはいはい、電気で全部やるので、うん、つきっきりにならなくていい。で、なんか5種類ぐらいかな、ここにワンタッチモードっていうのがありまして、はい、肉じゃがとかカレーとかそういう定番っぽいもの、うんうん、はもうこれに入れて、その肉じゃがなら肉じゃがっていうボタンを押せばもうほったらかしですぐできる。なんか時間の設定とかしなくていいってこと？そうですそうです、全部なんかこう計算されてるので、カレーならカレー具材入れてピッてやればもうほっといて OK みたいな。あ、すごいですね、うん、すごいんですよ。でこうご飯も炊けるし、なんか5種類あるんですけど、ワンタッチがご飯、スープ、カレー、煮込み、肉じゃが、はいはいはいってあります。で、このワンタッチメニューから作る場合は、調理終わったら自動的に保温に切り替わる。素晴らしいじゃないですか、うん、なので、本当にほったらかしといて、その作ってる間に掃除するとか、うんうんうん、なんか違うことができるので主婦さんはすごくいいですね。そして圧力鍋以外にも、うん、ここのスロー調理っていうボタンがあるんですけど、うん、これは圧力を使わずに低温で調理するモードになってて、はい、なんだろう、なんか角煮とか、あ、ちょっとこうホロホロってしたい人とかはこの圧力使わないで低温調理できるボタンでもいける。やっぱ火使って調理するって、うん、慣れてる人、普段やってる人は全然問題ないけど、うん、特にそれで圧力鍋ってなるとなかなかね、難易度高いと思うんですけど。そうなんですよ、なんか怖いですよね、うん、で、なんかこれ電気なので火使う圧力鍋より静か。ああ、なるほどね、うん、なんか結構怖い音しますよね、火使い。いや、本当に大丈夫、大丈夫で、そういうのがあんまりなくてすごい静かで、うん、なんか美味しいものをこれが作ってくれる。あの主婦の方がこう時短とかっていうのもいいと思うんですけど、うん、あんまり普段料理しない男性の方とか、うんうんうん、あとお子さんとかでも料理できちゃうんですね。あ、そうですね、うん、そうなんですよ。だからなんかこう料理があんまり得意じゃない人もこれでバッチリいけて、うん、でこのさっき言ってた5種類以外にもこのレシピブックがついてる。なるほどね。そうなんです。でこれに、ま、カレーとか肉じゃがとかも作り方書いてくれてるんですけど、うんうんうん、それ以外にもですね、この豚の角煮のめっちゃその写真が美味しそう。そうなんです、作り方が載ってたりとか、うん、鶏のトマト煮とか。そして私ちょっとすごいと思ったのが、
なんかあんこバターサンドとかデザートもいける。いけるんだこれすごいですよね。すごい。ご飯だけじゃないんだと思って想像がつかない。そうなんですよ、うん、でこのレシピブックが12種類たっぷり載ってますので、うんうん、これを見ながらですねちょっとやってみるとかっていうのもいいかなと思います。へえ、はい。そしてもう圧力鍋慣れてるよとか、これも結構もうこのレシピブックも制覇したし、うん、結構使い方、はい、慣れてきたよっていう方はですね、こっちのマニュアルボタンっていうのがありまして、はい、これは自分であの圧力かかる時間とかを設定して作れるんですよ。なるほどね。だから慣れてきた人はこれでちょっと自分で設定していろいろ作ってみるとかもできます。なるほど。そんでなんか温め機能とかもあるので、うん、冷めちゃったりとかしてもこれピッとやれば温めてくれたりとかもするし、ほんと1個あれば全然もうちょっと生活が変わりそうな感じするな。そうなんですよ。もう火使わなくてよくなる、うん、旦那さんが料理できないっていう言い訳を潰せそうな気がするよ、うん、それはいい。なんかこう開け方もうすごい簡単で、こう上回します、はい、で蓋全部取れるんですよね、はいはい、こっちにこのお釜みたいなのが入ってます。で計量カップも1個ついてきます、うんうん、はい。でここをこの内蓋のここを引っ張ると取れるんですけど、はいはいはい。でまたさらにここのゴムパッキンも取れる。なるほど。でこっち洗えるんですよ。それ大事。そうなんですよ。ねえ、だってさっきカレー作るじゃないですか、うんうん、カレーの次あんことか作ってちょっとなんか大丈夫って思っちゃったけど、ちゃんとバラせるなら大丈夫そう。なのでこうなんか別々になるっていうのもすごくいいですし、ね、分解して洗えるっていうのもすごい使いやすいですよね。綺麗に。これは本当にあの私おすすめなやつです。それがピーってリンクから飛んで応募すればもらえる、もらえるかもしれないめっちゃいいですよね。いや、いいっすよ、うん、もう切って氷になんか調味料入れてピーってやれば、うん、もうその日のご飯が完成しますので、うん、はい、絶対これも使ったらすごい便利だなっていうのが分かると思います、うんうんうん、はい。なのでちょっとこれを機にですね、圧力鍋デビューを皆さんしていただければいいんじゃないかなと思います、はい、でこちらは抽選で1名様ですね、はい、はい、となっておりますので、概要欄からぜひぜひご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。